ラストを飾るのは正真正銘アメリカからの立候補、渡辺エンターテインメント等所属お笑い芸歴2ヶ月目厚切りジェイソンさんです。どうも厚切りジェイソンです。日本に来て4年経ちます。日本語はまだ勉強中で、今苦労しているのは漢字です。漢字難しいよ。でも分かる漢字もあります。例えば大、大きい、簡単だね、うん、でね、手をつけると太る、太ってる人が大きいから、まあ成立します。ただね、この魔法の点、場所を変えるだけで犬となる。 Why Japanese people? Why? おかしいだろ、日本で流行ってる犬はこのぐらいだろ、大きくないだろうが。1、2、3、あー、パターン、パターン見えてきたよ。もしかしたら漢字いけるかもしれないと思わせといて、いきなりこれ Why Japanese people? Why? わざとだろう、このまま。Why Japanese people? 俺だったらね、角の入った虫を見かけたら触ろうとしないよ。毒は入ってるかもしれん。ああ、虫がいる、虫がいる、角の入った虫がいる。触っちゃおうかな。触っちゃおうかな。ならないから、おかしいだろ。女が台に乗せて何が始まるんですか。やばすぎるだろ。